皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。ああ、あと5分でエイプリルフールだ。何か嘘つかなきゃいけないのか。つかなきゃいけないってわけじゃないですよね。はい。とりあえず、真夜中の一人語り、スタートさせていただきます。美味しい。あー、ビールがいいな。ビールが、はい、ビール美味しい、はい、いやー、もう今日は夕方ちょっと飲んでたんですよ。ちゃんぽんちゃんぽんで、はい、もう飲んだことないものとかたくさん飲んで、はい、そうですね、はい、まあ楽しかったですけどね。すごい楽しかったですけど、はい、なんていうか、どちらかというと大笑いするというよりは怖いっていう感じでしたけどね。まあ、これ一部の人にしか伝わらないかもしれないですけど、まあ、大笑いするようなことじゃなかったんですよ、はい、恐ろしいみたいな、近寄らないでってか、僕女の子の気分ですよね、これね、はい。まあ、ちょっといろいろありまして、いろいろありましてって言ったらなんか悪いことが起きたようになるんですけど、いや楽しかったんですよ。楽しかったけど、わはははってなるような感じじゃないってことですよ、はい。まあ、そんな日曜日もありますよ、はい。あーねー、もう今日はね、だからほとんど YouTube はねせずにね、あ、家事だけなんとかやって、はいはい、あ、ドラムの練習するの忘れてたって言ってドラムの練習してから行きましたけどね、はい、そうですね。ドラムの練習もせずに歌詞書いてたら、あ、ドラムの練習してねえじゃんって、もうそろそろリハなのにみたいな感じで、はい、あ、やべえやべえって言って、はい、ね、そうでしたね。エイプリルフールか。最近もやんなくなりましたよね、結構ね。僕が働いてた職場なんて、なんかそんなの誰もやる人いなかったですよ。多分やってたら品種買ってたでしょうね。めちゃめちゃ忙しい職場だったんで、お前何やってんのみたいな何言ってんのお前みたいな感じだったと思いますよ。そうですね、うん、あ、もうあと7秒でエイプリルフールですね。あ、違うわなんも考えてないですよ、嘘とか、はい、だってどこが嘘か分かんないじゃないですか。僕嘘つくのが下手くそなんで、なんか嘘も真顔で言っちゃいそうなんで、もう何が何だか分かんねえみたいな感じで、はい、そうですね。エイプリルフールで嘘をついたことがないんですよね、はい、それこそエイプリルフールのフールってバカって意味じゃないですか。エイプリルフールがフールだなと思ってたんで意味通じてますよね、大丈夫ですよね、はい、よかったです、はい、そうですね。結構飲んだのにまたシラフに戻っちゃったんで、また飲んでますみたいな感じですね、はい、そうですね。いや別に花見に行ったわけじゃないんですよ、はい、花見、あ、けどもうね、京都とか咲いてましたけどね、普通にソメイヨシノじゃないやつは。でもみんな桜開花って言ってソメイヨシノだから、あれなんか名前やめ変えた方がいいと思うんですよ。ソメイヨシノ開花予想とかそういう風にしなきゃいけないと思うんですよね。だって他に1本だけ綺麗に咲いてる桜あるじゃないですか、名前は知らないけどそういうのは置いてけぼりなのかよっていう感じがしますよね。そっちの方が早く咲いてんぞみたいなね、はいはい、そうですよ。だからソメイヨシノってちゃんとつけてほしいですよね、はい、
かソムイっていう人がなんか開発したんですって。なんかよなんか継ぎ木じゃなくて継ぎ木じゃない、なんて言うんだっけ、なんかあるじゃないですか、なんかなんかとなんかをこう交配させるみたいな、植物同士を、はい、ハイブリッド化させる、はい、それでなんか作ったらしいですよね、はい、だから基本的にはクローン、クローン、全部クローンだから同じ時期に咲いて同じ時期に散ると、はい、いうことらしいんですけれども、はい、まあ、それは皆さんご存知なことだと思うんですが、はい、ソメイさんっていう方がいらっしゃったらしいんですよ。あの今の巣鴨あたりですね、はい、その方が植木屋さんらしくて、はい、でソメイヨシノってつけたんですよね。多分ヨシノはあの奈良県の吉野山から来てると思うんですけどね、はいはい、あの東大寺の近くの、はい、ね、まあいい名前だと思いますけどね。まあほら星を発見する人は自分の名前つけたりとか、自分があの尊敬している人の名前つけたりするじゃないですか。まああんなことですよね、ああいうことですよね、はい、もう一個明日はちょいとお出かけなんで、お出かけ続きますね。けど全然花粉症出ないですね、はい、もう強力な薬を飲んでるんで、はい、けどその強力な薬処方されすぎて品薄になっちゃって、僕は1個レベルが下がったやつを今処方されて、あ、もらってます。まだそれを使い始めてはいないんですけど、はい、そうですね、あのそのなんかすごい効く、今効いてる薬、あの溜め込んでるっていうか、その花粉症の時期が来るまでは欲しい欲しいって言ってあのもらっといて使わずに置くってことをしてたんで、はい、そういうこういうことがあるから溜めといたんですよ、はいはい、だから僕みたいなことをする人がいるからその薬は死の薬になっちゃうから、僕悪人ですよね本当に、はい、すげえ悪いことしちゃってるな。本当に本当に花粉症でむちゃむちゃ重症化して仕事にも影響があるような人がいるのに、ニートの僕がすげえこうニヤニヤしてるみたいなの、もう本当に悪人だね。けど花粉症ね、僕も昔すごい辛かったですよ。もうマスク絶対いますとね、あのマスクがいるのはなぜかというと、それは鼻から入って大変だとかじゃないんですよ。もう鼻が止まらなくてマスクで受け止めないと、もう人に見られちゃうってことなんですよ。いちいち鼻かんでたら鼻が痛いから、もうマスクで全部受け止めちゃえっていうことなんですよ、はい、そのぐらいひどかったんですよ、はい、マスクの使い方間違ってますよね。あ、けど便利ですよ、ほんと、はい、だからもうマスクさえつけとけばね、もうこっちのもんだって感じですよ、はい、はい、ほんとにね大変だったなあれ。まあ、それその頃と比べるとやっぱ食生活もある程度変わりましたしね、で薬も良くなったっていう、それが一番の原因なんでしょうけどね、はい、まあ結構腸活もしてるんでね最近僕はね、はい、いろいろな乳酸菌というかその菌を取ってますから、はい、そういうのも関係してるらしいんですけどね、はい、ちょっとはちょっとは それで劇的にとかじゃないと思うんですけど、はい、そういうのの合わせ技ですよね、合わせ技、はい、合わせ技一本みたいな感じですよねそんなに面白くないのに笑っちゃうのが、あ、だからそんなに面白くないことを言っちゃったから笑ってるんですけどね、僕は。今の面白いでしょって意味じゃないですよ、あ、変なこと言っちゃってやべえやべえっていう、そういう笑いなんですけど、これは、はい、ね、はい、は
マスクね、はい、まあ昔はだから今マスクなしで生活してますからね、この花粉症の時期に。だから花粉症持ってない人がと勘違いされちゃいますよね。あ、花粉症ないんだ、いいねとかって言われたらどうすればいいですかね。あ、その強力な薬ね、眠気も全然来ないんで、はい、本当おすすめというか、もっと大量生産してほしいなと思いますね。本当すごいもうこの通りって感じなんで、全然生活が変わりますよ。昔はね、花見て言ったら、あ、もうなんか鼻シュンシュン、あ、くしゃみ、くしゃんくしゃんって言いながらほとんど話にも集中できずにお酒を飲む、お酒を飲んだらさらに花粉症が辛くなるみたいな感じで、すごいネガティブな気持ちで、けど人付き合いだから行かなきゃみたいな感じで行ってたんですけど、もう今はもう全然そんなのないですね。そうですね。こんなに違うんだって感じですよ、はい、そうですね、やっぱ健康が一番ですよね、本当ね。花粉症も症とかって言ってますけど、症状は病気みたいな感じですかね、風邪ひいたような感じの症状ですからね、はい、そうですよ、はい、え、けどなんか国民病とか言われてません？花粉症って病じゃないってばよっていう感じがしますけどね。だから症だって、けど国民症って言ったらなんかね、ちょっと違う感じに取られますよね。なんか国民栄誉症みたいな感じに取られますよね。ああ、もう大変。僕のつまらなさに乾杯。ねえ、いや、国民病って何なんですかね。大腸がん？何ですかね。糖尿病？それアメリカの国民病でしょ？糖尿病は。国民病って何なんですかね。まあいいや、はあ。今まで大きな病気したことないんでね、わかんないですよね、はあ。周りで聞く話もそれぞれ違うんで。あ、けど僕将来の国民病は強度の近視だと思ってます。あの近視って、あの目が遠くが見えない近視、度近視、はい、眼鏡かけてるのに近づけないと読めないみたいな。だからせっかくたくさん勉強したのにこう、はい、発揮できないみたいな、自分の体の状況が発揮できない状況に陥るみたいな、それはもう確実にあるなと思ってますね、はい、今小中学校の時点ですでに相当な近視になっている子が多いらしいんですよ、はい、だからそのままその生活続けてたらもうどんどん度が上がっていって、まだ上がるでしょ高校生とかになってもね、上げようと思えば、上げようと思えばって言い方もあれですけど、はい、上がっちゃうみたいですよね。なんか最近ではなんか大人でも無理したらどうのこうのとかいう話も聞きますけどね。だからちょっとやばいですよね。お外出て日光浴びなきゃ。はい。そうですよ。ね。台湾とか2時間が義務になってますからね。なんかこう。なんか機械をぶら下げられてて、それの日光が その機械に日光が2時間当たってないとなんか当てるまで帰れないみたいな感じになってるらしいんですよ、学校から、はい、そこまでして近視を防止しようということになってるらしいんですよね。っていうのが強度の近視ってあの度を過ぎると失明しちゃうんですよ、はい、もう見えなくなっちゃうんですよ。だから、あ、なんでかっていうとこう目の奥行きがどん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 広がっていくんです。つまり
禁止って皆さんあのご存知ない方がいらっしゃるかもしれないですけど、禁止って目がどんどんこう後ろの方で膨らんでいくっていう現象なんですよ。どんどん伸びていくんですよ。そうするとこう網膜ってあるじゃないですか、あの光を受け止める、それがどん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 引き伸ばされちゃって、もうなんていうかこうあれですよ、なんて言えばいいのかな、引き伸ばされちゃって見えない部分が出てきたりするらしいんですよ、はい、いきなり怖い話してすいませんね、これエイプリルフールじゃないですよ、ちなみに、はい、だからね、本当禁止はね怖いんでね、はい、そうですね、禁止怖いんでね、これこそが国民病になると思います私は、はい、だからもう最近なんか学校の成績だけ良くて全然頭の悪い子とかいるじゃないですか、頭柔らかい頭を持ってない子とかいるじゃないですか、まあ僕の年代でもいますよそういう人、はい、僕絶対勉強のしすぎだと思うんですよね、僕外でむちゃむちゃ日光浴びながらやってましたから、中学校に入ったばかりのテストで数学の偏差値79でしたよ、はい、だって運動したらむちゃむちゃ脳細胞がこうグワーってなるんですよ、グワーってすげーつながっていくんですよ、もうその頭で勉強したらもう予習も復習もせずに一発で頭の中入りますからね、はい、先生いらないですもん、はい、教科書を読めば全部理解できるっていうか、何のために学校行ってんだろうみたいな人と遊ぶためみたいな感じですよね、いや本は読んでましたよ、本は読むんですよ、僕もう読書量はすごかったですよ、なんでかっていうと僕休みの日とかに雨が降ってたら、まあ、みんなも遊ばないんで、まあ、家の中でずっと本読んでましたからね、はい、小説、主に小説、はい、だから言葉もいろんな言葉の作り方とかあるじゃないですか、国によっても違うし翻訳者によっても違うじゃないですか、そういうのをたくさん楽しめるわけじゃないですか、だからこうなんか後々それが生きてきたりもするんですよ、読書量がね、はい、だから本当に良かったですよ、だから日が照ってない時は読書でいいんですけど、まあ学校の勉強でもいいんですよ、けどお日様が当たってる時にはやっぱり太陽の力を浴びましょうよ、はい、そうですよ、なんだったら青空教室やっちゃえばいいんですよ晴れてる日は青空教室やりましょうとかって言って先生がね、青空教室、はい、したらね、熱中症で倒れる子とかがいて PTA が起こるみたいなね、はい、もう目に見えてますよねだからそういうことがなかなかできない世の中ですよね、本当にね、はい、なんか先生が保護者代わりみたいなことを思ってる人とかいますんでね、はい、ほんと、はい、なんていうかね、もうなんすかね、はい、本当になんか世の中同じ人間だけを作り出すようなそういう教育をやってるようじゃ思想とかそういう信念とかそういうものは育たないですよ本当に、はい、だからすぐなんか宗教とかなんか自己啓発セミナーとかそういうのに走っちゃうんですよ、だから、ね、知らないから信念持って生きてないから、いや私はこういう風に生きてるって決めてるんで別にそういうの必要ありませんってこう言えないとついていっちゃうわけですよ、はい、そうなんですよ、はい、だからね信念持って生きるみたいなことをねちゃんと若いうちから知っておくべきなんですよ、信念をもうこれだって持つまではいかなくてもいいんですよ、けどやっぱ親とかがこうやって信念を持って、俺はこういう信念を持って一応生きてるんだけどね、だからお前も多分大人になったら、あ俺はこういう生き方をしてみようとか多分思うことになると思うから、その時にこういろいろ決めるといいよ、やっぱり何にも考えずにねふらつくような感じで社会人やるのはもったいないから、そういうこととかを親子で会話してれば宗教なんか払わないんですって、はい、そうですよ、そう一人ぼっちでずっと勉強させて学校の成績が良かったら褒めてあげるみたいな感じでやってるからいろんな人が生まれてくるわけですよ
本当僕からしたらもう学校の勉強なんてもう中卒レベルで十分ですよ本当に、はいはい、もうヒラリー・クリントンを見てくださいよ。選挙演説中に結構いいところの大学を出てないとわからないような単語使って顰蹙買ってそれで負けましたからねあの人ね、はい、それで負けたんですよあの人簡単に言えば、はい、そうなんですよね。だからね知識を振りかざせばいいってもんじゃないっていうのをねヒラリーさんは知らなかったんですよ。なんか難しい単語とか使えば賢く見えるみたいなふうに思ってるかもしれないけど僕たちおばかちゃんからしたらこの人の言ってることを全然分からないみたいな、あの人何を伝えたかったんだろうねみたいな感じになっちゃうわけですよ。だからね自分と同じレベルの人のことしか見てこなかったそういう人生を歩むとそういうことになるわけですよ、はい、周りは自分と同じようなレベルの人だった、それがやっぱりもったいないですよね。いろんな人を見ていろんな人からその人がどうやって生きてるのかも感じてそれでああっていろんな人がいるなって世の中には本当にいろんな人が考え方もそうだけど境遇も違うしとかそういう風なことが分かってないからああなっちゃうんですよね。まあ日本の大議員もまあ似たところありますけどね。ね、特にエリート卒業官僚出身の議員さんとかね、はい、ちょっとそういうところありますけどね、はい、本当になんかは分かってねえなって思う人とか結構いますよ本当に、はい、まあ、たまにそうじゃない人がいるんでね、はい、あこの人はちゃんと全体見れてるんだなっていう人もいますからねやっぱりね、はい、やっぱそういう人に議員になってほしいですよね、はい、もう中にはね地元に金を落としてくれる人に投票する人とかいますからね。国会なのに県議会じゃないんですよ国会なのに、はい、だから国民も国民ですよね本当に、はい、ねもうそういうのねなんか頑張ってほしいな、はい、学校というものをどう使ってなんていうか誇れる日本人を作るか、はい、そういうこと、そういうところなんですよ、はい、そうです。そのためにはちょっと熱中症で倒れることもあるかもしれないけどそれで死んだらやばいですからねちょっと気をつけなきゃいけないですけど、はい、まあそこまで行かなくてもちょっと短時間ちょっと休み時間はちょっとでもいいから外に出なさいとかいろいろ水浴びしながらびしょ濡れになりながら日光浴びるとか、はい、わーいって面白いねって楽しいみたいな、ほらお前にもかけてやるぞとかって言ってやってたら、あえそれいじめなんですか、ほらそういう風に親がそういう風に勝手にこうそうやって口出しするからもう柔軟な教育というのが行われなくなるんですよ。いいじゃないですかそれでちょっとぐらい風邪ひいたって熱中症になるぐらいだったらね。ね、議員さんもねなんかうまくやってほしいですよねその辺ね。僕らのこと考えてほしいです僕らのこと、はあ、庶民のこと考えてほしいですよ、はあ、日本の人口の 95% は庶民なんですから、はあ、ね、ああよかった僕いろんな人と付き合ってきてて、はい、いろんな人あ付き合いで女の人だけじゃなくてですよ、はいね、僕発達障害の人とかもああなんか寂しそうだなと思って一緒に遊んであげたりとかしてましたからね。あ本当に世の中にはいろんな境遇で生まれてきた人がいる、生まれがそうだったりとか育ちがこうだったりとか本当にいろんな人がいるなと思いながらこう大人になったんで、はい、ねえヤクザの息子とかともちょっと一緒に遊んでみたりとか結構寂しそうにしてましたけどね。そうですね、やっぱりね、はい、そういうのはねなんかもっといろいろ知るべきだと思いますよ。なんか世界を見るじゃないですけど日本だけでこれだけ見れるんですから本当はいろいろ知れるんですよ、はい、
海外に行ったらもっといろいろ知ることになりますよ本当に、はい、そうですね、相手は素性も何もわからないんでね、はい、とりあえず大丈夫なやつかどうかから始まるんでね、はい、それを会話の中でなんとなくこう知っていくわけですよ。そのプロセスを踏んどかないと何かやられるんですよ、はい、そうなんですよ。だからちょっとこうお酒とか勧められてきたら、あ、僕酒飲まないんだぐらい言っちゃっていいんですよ、はい、本当はお酒好きなのに、あ、俺アルコール飲まないからっていうぐらいで、絶対人が持ってくるものは飲んじゃダメです、はい、とかいうこともやっぱりこう知った方がいいんですよ。やっぱり身をもって知った方が、はいはい、死ななきゃね、あとエイズとかにならなきゃ、はい、だからね、まあいろんな旅行の仕方ありますけど、はい、そうですね、あんまりパッケージ旅行だけ行ってるとね、全然強くなれないですからね、はい、可愛い子には旅させようでしたっけ、はい、なんかそんなこともあるじゃないですか、やっぱああいうの大事ですよね、はい、僕はもう勝手に旅に行ってましたけど というところで飲み終わりました。真夜中の一人語り、以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。あ、あれ、ちょっと待ってくださいね、ハッシュタグ書き忘れたと思ったらとんでもない挨拶になってしまいました。ではまた、あ、今日か、今日は良い一日をお過ごしください。さようなら。